郊外で忍びの修行をしてまいりましたが、今や天下一の芸人マジか、ソロリ新左衛門でございます。昔は昔、今は今でんがな。忍びの赤を落として右礼にしてますて。芸って歌や踊りでもやるのか。喋りで笑わせといて最後にドーンと落とす話を。受けたらわいらを秀吉様の元に置いてくれられますか。何を言う、抜け人の分際で。わいは日本一の出世男にお仕えしたいんですわ。アホだ、何や侍じゃ。褒美の前金だ。きな臭い話でな、こっからの大勝負ゴブゴブやと見てんねや。白身なんかは使い捨てですから。金次第で何でもやる連中だ。潮時や思たら早く逃げた方がええぞ。みんなアホか。